清流新岩国駅にやってきました。単線なんですね。いいですね、どこまでも続く線路、素敵。いいですね、のどかな、このちょっとレトロな感じも。自分で買ったカメラこれ。はい、自分で買いました。いいですね。ゆみりん、はいはい、こっち、どっち、こっち、こっち、どこ、こっちです。素敵。ああ、いた、あの、いた、もう忘れられたかと思った。今回参加する大谷まりなちゃんです。はい、山口県出身15歳のまりなこと大谷まりなです。いきますよ、まりなビーム、ファイヤー、ありがとうございます。やられた。マリーナビームにメロメロになったところで旅に出発です。錦川鉄道の杉原さんに案内していただきました。もうね、元は清流新岩国じゃなくて三昇駅だったんで、もうそのままちょっとね残ってますけど、名残あの、うん、そこだけね、あのこれあのコンテナ車 の、はい、あの車掌室を改造してね、ここに持ってきて待合室にしたものなんですよね。すごい電車っぽいなって、すごい面白い。そうですね。じゃあ実際走ってたやつなんですか。そうです、そうです。はい、すごい。下が床だね。じゃあね、今日せっかくなんで、はい、なんか大の鉄道好きとも聞いてますから。あ、はい、好きです。あのちょっと今日ね、あの特別にあの本物コピーして、はい、これちょっと時刻表持ってきたんで、はい、方にします。本物。これあれですよね、この運転手さんが運転席に置いてこの時刻表を見ながら運転するやつですよね。すごい、だからこの運転手さんがやるからちゃんとこう秒数まで書いてるんですよ。私たちはこのこれはまあ何分まで書いてるんですけど、15分単位で、これは40あ15秒単位で45秒15秒とか16分15秒。すごい、秒数まで正確なんですよね。じゃあカメラをしようと思ったきっかけとかある？きっかけは、うん、鉄道を撮りたかったから。わー、鉄道はいつから好きなの？ちっちゃい頃から。へー、好き、うん、好きが溢れてる。すごい。いろいろ大谷まりなちゃんは写真を撮る私を撮ってました。可愛く撮ってね。しかもこれフィルム付きカメラ。はい、です。私でもカメラせっかく買ったから本格的に撮り鉄デビューしようかなと思って、今まではこうスマホとかで撮るだけだったんで。そう、メンバーもなかなか多分見ない撮ってるところ。そうだね、一人で撮りに行くから、うん、鉄道とか、うん、だから本当にレアなゆみりんが見れる、うん、嬉しいです、私は。清流線には四季の自然と錦川の美しさをイメージした車両が走っています。岩国市の川西駅と錦町駅の間、全長 32.7km をおよそ1時間で結びます。最初は座っていたのですが、せっかくなので前に行かせていただきました。運転席のすぐそば、すごく興奮しました。運転手さんが緊張するよ。見つめられて。こんな嬉しいです。よく小学生がね、こういう場所に乗り付いてるね。感じ、あ、個人的にね、この列車はあの窓が広いので景色がすごく見れるし、こうやって写真を撮りやすいので。なんか新たな山口のいいところを教えてすごい楽しいです。今度プライベートで行きます。大丈夫、あの揺れるけど大丈夫かな。多分大丈夫、うん、はい。大谷まりなちゃんは車内アナウンスを体験しました。進行方向左手に水力発電所をご覧いただけます。この発電所は昭和2年に完成し、今でも周辺に電力を供給しております。
左側にちっちゃい滝があります。どうだろう、もうですか、はい、あ、もうかな、すごい、止まりそう、すごい、確かに、これですか、あーちょっと水が少なくなってますけどね、すごい、これはいい、でも、ほぼ止まりそうな感じの、じゃあめっちゃ高校なんですね。でこのような滝がね、はい、もう一箇所この先に、あ、先じゃあもう一箇所も滝ゆっくり走って、はい、そうですね、はい、あ、すごい、この先にちょっと変わった駅が、はい、見えてきました、ましたけど、白い駅が、はい、これなんか変だと思いますね、なんか周り何もないですし、これどこも行けないですよね。そうですね、はい、どこにも行けないです、道もついてないんですよ。これこの春に開業したばかりの清流見晴らし駅で、新しくできた駅なのに、はい、どこにも行けないんですか、はい、列車を止めて、はい、でここからこう綺麗な錦川とか、この周りをご覧いただこう、臨時列車を止めて、そのお客様に、止まりません、この列車、臨時列車だけ止まる、臨時列車だけ走ってるけど、残念ながら今回私たちは降りることができませんでしたが、ツアーに参加すると秘境の駅清流見晴らし駅に降りることができます。終点の錦町駅に到着しました。ここでは鉄道ファンに嬉しいプレゼントがあります。はい、ありがとうございます。はい、駅カードは錦川清流線12駅それぞれ100枚ずつで落第次第終了となります。まだ余裕があるそうです。すごい、私が楽しみにしていたものの一つ、錦川清流線オリジナルグッズです。だからちょっとなんか使った形跡があるんですね。逆に使ってたよという、販売してんだ、こういう方、購入される方に、え、もちろんですね、綺麗なやつよりそれを使った方やつの方が欲しいですよ。すごい欲しいな、マニア分かりません。欲しいな、これ飾るんです。え、私持ってます、こういうの、はあ、いっぱい、持ってるんだ、はい、国鉄時代のレトロ列車も錦川清流線で頑張っています。すごい、なかなかこんな、触っていいですか、どうぞ、興奮してるところが不思議ですよね。電車じゃない、現像しないと分かんない、こっちがブレーキで、こっちが車で油圧される、はい、閉じ目往来、威圧往来、出発進行。楽しい、トンネルが見えるんですけど、これは、はい、一体、はい、先ほどまで列車でここまで来ていただいたですが、島根の方まで線路を伸ばす予定だったんです。あ、予定だった、はい、やっほー、鉄道が走るはずだったトンネルを特別に歩かせていただきました。このトンネル、週末には人気のトコトコトレインが走っています。そうそう、わー、綺麗、すごい綺麗、なんか上も下も本当に左右にもう全体が綺麗で、なんか本当にイルミネーションみたいな、キララ夢トンネル、光り輝く幻想的な世界に時間が経つのを忘れてしまいました。今回は私の大好きな鉄道をこの最近始めたカメラでたくさん撮ることができて楽しかったです。山口がもっと大好きになりました。トンネルの中はすごく全体的にすごく綺麗で、涼しかったので本当に夏にぴったりだなと思いました。ぜひ皆さんも来てみてください。せーの、山口見つけた。はい、そしてこちらが錦町駅のグッズコーナーにありました行き先版です。だからこれ新品じゃいけないってことでしょ。そうなんです、ここのちょっと汚れてる感じがまたいいんですよ、汚れた感じはしますけど、はい、これどうするんですか。これは部屋に飾ります、はい、飾って楽しみます。私はインテリア、はい、インテリアですね。まあでもね
ね、滝野さん取材してるのか、楽しみに行ってるのか、顔がキラキラしてます、ね、そうですね、でも半分もう自分で楽しんじゃってちょっとお仕事忘れちゃった半分半分で、はい、でお仕事忘れたというね、マイカメラで撮った写真たくさんあったと思うんですけど、その中からちょっとね、何枚か紹介してもらいましょうか。はい、まずはい、これは運転席ですね。そうなんです、これ最近のやつは結構デジタル化しててこうモニターで出る、モニターで出るんですけど、これはアナログで全部こう全部表示されるので景色すごく魅力的です。いや、マリコさん、これなんてことないんですよね。そうですね、ちょっとまあ、素敵ですねえ、じゃあこれ押したくなる、やっぱり。いや、やりたくなりますね、やっぱりすごい触りたくなりますね。これパッて見たら間違えた写真なのかなって思っちゃいますちょっと間違えて撮っちゃったかな。もう一枚行きましょうか。はい、もう一枚あります、はい、こちらです。あ、これは最近、はい、これは車両の、はい、一番前で、ね、はい、一番前で撮った写真です。レールと、そうですね、錦川がちょうど見えてすごく綺麗だなと。これがポイントで、これまっすぐじゃいけないんですか。そうですね、レールがちょっと曲がってるかっていうところがポイントです、この写真のそこがやっぱり2のね、でも動きながらこの瞬間を見極めてシャッターを切るっていうのをやっぱり好きならではな、ここだっていうね、慣れてるね、自分の。でもやっぱり撮るたびに景色が違うので、それもすごく魅力的だなって思いました。さあ、そして、はい、そして一緒にリポートした大谷さんが撮影した写真も赤い霧のカメラが、そう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 、はい、ジーコジーコ撮りました、はい、ちょっと歴史昭和チックな、はい、あ、これあれなんですか、滝野さんばっかり撮ってます。撮られてますね、あと自撮りとか。あ、自撮りの一番下にありますね。あ、そうか、まあでもね、楽しい清流線の旅だったというのが分かりますけども、では滝野さん、今回のブチ山口ポイントお願いします。はい、私のブチ山口ポイント、こちらです。景色を楽しめる列車ということです、うん、窓が大きいだけじゃなくって絶景ポイントで徐行運転するなどのんびりとしててとても楽しい旅でした、うん、山の緑や清流や滝など列車に乗ってるだけで気持ちをリフレッシュすることができました。では問い合わせ先などインフォメーションまとめてお願いします。はい、清流三原市駅に停車する清流三原市列車は7月13日、8月10日、9月14日に運行予定です。この他、トコトコトレインや列車の運転体験など、さまざまなイベントが盛りだくさんです。詳しくは、錦川鉄道電話 0827-722-002、またはホームページをご覧ください。はい、そして今日から熱血テレビのホームページに、このコーナーの内容と、リポートした1周メンバーのコメントを掲載しています。ぜひチェックしてみてください。ブチ山口見つけた STU48 の滝野由美子がリポートしました。